アンプラグドウィンターライブ2016七色。たくさんの出演者が登場してきましたが、これでいよいよ最後となりました。ラスト7組目は文学部3年森竹のぞみと、同じく文学部3年山子遥です。この2人は1年生の頃から組んでおり、今年でもう3年目。アンプラグドでも安定の2人組です。ここまでさまざまな演奏スタイルを皆さんにご覧いただきましたが、最後はアンプラグドらしく純粋なギターの音色と歌声をお届けします。ギターのみ、もしくはギターと打楽器である花本というシンプルな構成だからこそ際立つ歌声、ぴったりと息の合った演奏、弾き語りの正統派ともいえるこの二人の演奏を最後まで存分にお楽しみください。
はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、改めまして森竹のぞみと山川遥です。はい、本日はよろしくお願いします。1曲目は彩香さんで This is the time という曲で、2曲目は久保田俊信さんで、ララララブソングと2曲連続で聴いていただきました。僕たち2人は3年間ずっとやってきて、まあ、僕たちの個性といったら、彼女が歌を歌って、そして僕がギターで赤本でサポートするという形でずっとやってきてます。それがまあ僕たちの色かなと思います。はい、でですね、今までまあ、いろんな組が演奏してきて、まあ、僕たちは本当にアンプラグドという感じで演奏してます。はい、で、まあ、次の曲に行くんですけれども、次の曲は2人がずっと練習してきた曲で、かなり思い入れのある曲となっています。今までの2曲とは違って、優しくそして繊細に歌い上げる曲です。それでは聴いてください。ゆいでトゥモローズベイ。
次の曲で、最後になります。最後の曲は絶対皆さん知ってる曲なんで、ぜひ歌って盛り上がってください。本日は本当にありがとうございました。では最後に聴いてください。ジェームス・カントルー、何度でも。Yeah.